ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンジーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、寝るのが幸せなバイリンガルの僕が、皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日のコンテンツなんですけども、まあね、中国の新しい、ネット用語をね、皆さんに、ご紹介しようと思います。ここ1週間ぐらいね、ずっと流行ってるのかな。単品っていう単語なんですけども、このね、単品の単はですね、寝っ転がるっていう意味なんですよね。で、この単品っていうのは、要はね、ゴロゴロしている、寝っ転がっている状態を表すんですけども、この単品、主義という、言葉がね、流行り出して、どういったことかっていうと、日本語で言うところの、悟りに近いんですよね。欲望がなくて、あんまり物買わない、消費しない、で、あんまり働かないで、その代わりに消費しないっていう、なんか、若者の世代がね、出てきたと、そういう話なんですね。単品ですよ。で、これはね、いろいろ言い方があるんですけども、そもそも仕事しないと、いうのも入るし、ニートというのも入るしね、あんまりその残業まではしない、その代わりそこまで消費しないっていう、そういった人たちもね、入ってくる、わけなんですよね。これに対してですね、中国のね、大手メディアとかはね、堕落していると、そういうふうにね、報道する人たちもいるんですけども、これはね、中国、独特の、事情があって、これまでね、いい大学に行って、いい会社に入って、いい給料もらって、残業して、いつも僕が言ってるね、中国国内では繁殖するためにマンションを必ず買わなくちゃいけません。家という漢字は屋根の下の豚って書くんですけども、これはですね、中国国内でマンションを買うやつはね、豚という意味なんですよ。で、中国国内ではですね、恋愛感情を持たない、中華メス豚っていうのが9割を占めていて、オス豚のね、マンションと後輩とね、繁殖の権利を、交換するっていうシステムになってるんですよね。で、それで結婚するためには、家、マンションね、これね、だからほら、結婚する時点で高額なマンションを所有してないといけないということですね。で、車、それでね、結納金かなんかもね、きちんと準備してないといけないということで、非常にね、負担がかかるといった、状態になってるんですよね。これね、なんかね、メス豚の方がね、ちょっと頭良くて、3つともいらねえやと、結納金もね、ちょっと気持ちぐらいでいいよって なると結構ね、全然楽に過ごしてるんですよ。実は中国ね、不動産買わないって決めた瞬間にイージーモードになるんですよ。本当に不動産買わないで適当に金融商品買っときゃね、その株とかにもね、税金かかんないから、ものすごく楽な生活ができるはずなんですけども、メス豚はね、精神疾患なんでね、どうしてもその不動産を買わなくちゃいけないと。で、その精神疾患のメス豚を使って、オス豚もね、繁殖しなくちゃいけなかったんですよね。それでね、もうね、不動産の価格があまりに高騰して、ちょっとやそっとで頑張ってもね、ちょっと不動産買えない状態になってきたんですよね。だからね、それぐらいだったらもう結婚もいいやと、家でね、寝転がってね、ゲームしてた方がマシじゃないかと。それかね、なんか自分がね、生きていける分だけ、稼いで、賃貸の方がね、圧倒的に安いんで、賃貸の狭いとこに住んで、仕事終わったらもう残業もしないで帰ってきてね、お家でゲームしてよ、ようよと。ね、今ね、スマホ1個あったらね、結構ずっと多分ゲームとか、だからミドル、レンジの、緑のね、そのぐらいのほら、
まあ、そんな高くないスマホ買って、まあ、そこそこ簡単なゲームしてまあ、Twitter とかね TikTok とかねそういうの消費していればね、まあ、それなりに過ごせるし、まあ、まあ言うてもパソコンぐらい買えるんでね、それでずっとゲームとかねしてたらね結構楽に過ごせるんじゃないかと、まあ、そういうふうに気づいた人たちがいるんですよね。まあ、僕はねこれね進化だと思うんですよね。まあ、自分が今ね中国ねものすごく格差社会になってきて下手にね働いて消費すると、まあ、安い賃金で働いて、高額なものを消費させられるといった悪循環に巻き込まれるんですよね。でだから自分が資本家になれないぐらいだったらまあ、逆に資本家から搾取されないようにしようと、まあ、そういうふうな方向性でね動いてるんですよ。だからこの単品っていうのは、僕はね基本的に進化の方向性だとね思ってるんですよ。余計なことしないまあまあ、まあ、言ってる僕がそうなんじゃねえかっていう話もあるんですけどもね、まあまあそこまで稼いでないとかまあさすがにないんですけども、まあだからいいんじゃないみたいな感じ、それでいいならいいし、でこの単品が増えるとですね、誰が困るかっていうとやっぱね資本家が困るんですよね。資本家としてはね今までねせっかくねそのほら、なんていうの繁殖する豚からこの搾り取る、システムをせっかく構築してたのに、あじゃあもう繁殖しなくていいやって、そういうふうにね思っちゃうようになってきちゃったんで困るんですよね。これでこのほら、単品、族が増えるとねどうなるかっていうと、まあ、消費が伸びなくなって、まあ、企業がね利益出なくなってって、それで、ね、不動産の価格もどんどん下がっていくみたいなね、そういった方向性になっていくんですよね。あと中国のね今老齢化して人口基本的に減っていく方向性に、動いてるんでね、これからまあこの単品が増えることでその傾向がね加速してしまうということで、まあ、資本家さんたちとかね困ってるんですけども、まあ今まで何の対策もしてこなかった、やつらが悪いんですよね。要はねこいつらの給料上げてしまえばいいんですよ。頑張ったらもうちょっと全然上の方給料、もらえるよと、まあ、そういう状況にしていくしかないんですけども、まあ、それも嫌だと、いうことでね、まあ、今ね中国ね超格差社会ということで、まあ、だからこれがね2、30年前だったら格差がねあんまりなかったんでちょっと頑張ろうと頑張って家買ってねやろうってそういうふうなね勢いがあったんですけども、もう今ね本当にもう若者、完全に、まあ、とにかくマンションに、手が出せなくなってきてもう動けなくなってきたと。そんな感じになってきています。だからこの単品はですねまあ進化の方向性としてまあ僕はいいと思うんですけどもね、まあ、そこでちょっと一旦落ち着けやみたいな、そんな感じですね。はい、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。